金沢競馬12レース。能登霧島賞1500です。能力偏差値ですが、B ランク2等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適正を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列。 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。2枠2番ハリウッドスマイルです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前4層前 5層前に黄色線を上回っています特に4層前は黄色線を17上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと4層前はオレンジ色の着順が3着で紫の丸が1400 1,400が適距離ですが、5送前の紫の丸、今回と同距離の1,500では、停止数となっています。1,500は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが7頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は24で2位です。上がり指数は19で5位です。 まずまずの先行力で、好意につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態は、グレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠7番、エムティトップです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前走3層前。走前4。走前に黄色線を上回っています。特に3。走前は黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前は紫の丸が1400。 1400が適距離ですが1走前の紫の丸今回と同距離の1500では低指数となっています1500は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は23で3位です 上がり指数は21で3位です。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠8番。 トルピードです能力偏差値は3位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では前層4層前に黄色線を上回っています上がり指数が高評価できるのは前層は黄色線を3上回っています能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4層前は 紫の丸が1500、1500は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24でトップです。上がり指数は26でトップです。高い先行力と上がり指数で、ちょい差しが効くと思われます。展開面はプラス評価していいです。 レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は1週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。一枠1番、ラシェンテです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5相では、 黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には劣ります。3着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は紫の丸が1500、1500は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は9番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は3で7位です。上がり指数は24で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った2番の対戦成績は、7番に対し、4勝0敗、1番に対し、1勝0敗、5番に対し勝0敗、 2 2勝勝0敗と勝ち越していまます。す。番の対戦成績は、高評価できます暫定丸を打った7番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った8番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った1番の対戦成績は2番に対し0勝1敗7番に対し0勝1敗と負け越しています。 1>, 1番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは2番ハリウッドスマイルです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離と枠順にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは8番トルピードです。能力偏差値は 3位の c ランクです距離と展開とレース感覚と枠順を高評価しました黒三角を打ったのは7番エムティトップです能力偏差値は2位の B ランクです距離にリスクはありますが展開と枠順を高評価しました白三角を打ったのは1番ラシェンテです能力偏差値は4位の D ランクです枠順と 対戦成績にリスクはありますが距離と展開を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。